皆様お待たせいたしました。私神木健二第3回ナレッジキング決勝に進出が決まりましたよっ。はい、ということで、まあお知らせ動画にはなるんですけども、今年のナレッジキングですね、本試験が私98点でエクストラステージが38点でですね、総合7位ということで、まあ、10位以内に入りましたので招待メールもいただきまして、来週末か、決勝挑むことになりました。頑張ってきます。いや、このねワンピース100巻の年、そしてアニメ1000話のね年に、この年に1回行われるナレッジキング、出れるのはすごく嬉しいですね。38点って出た時はね、これもう1位じゃないかと正直思いましたね。じゃあすぐね、のすけ海鮮丼が40点取って、龍一さんがまた46点とか取って、そんでもって第2回の王者のキリさんなんか、本試験100点、エクストラステージ50点っていうもう完璧すぎる成績でクリアされて、アタックスびっくりしました、本当に。まあしかしそれはね、皆さんが頑張った、成果の賜物だと思います。本当に、おめでとうございます。で、私がですね、まあ4位かなと思ってたんですよ、ずーっと。そしたら、メールが来て成績表来てみたら、7位割とギリギリびっくりしましたね。このね、偶数の人がわかんないですよ。2位の人、4位の人、6位の人、そして私から後ろの8、9、10位の人。わかんないですよ。ツイッターやってないんですよ。ツイッターしてください。皆さん持ってないんですかね。頑張ったんですよね。そしたら持ってますよね、みんなのあれ。自己顕示欲です。いっぱい持つのは良くないと思うんですけども、たくさん頑張ってこられて、それでやっとこの成績残されたっていうことで、言っていいと思うんですよ、それぐらいは。むしろそれ言うためにみんなツイッターやってるような感じで、もう10位とか50位、100位に限らず、点数を上げてる方っていうのはそれなりに皆さん頑張ってらっしゃるんですよ。で、頑張って今年は何位でしたっていうことを上げてて、悔しかったけど何位でしたとかも上げてて、みんなの自己顕示欲、どこ行っちゃってるんですか？しかし会えるのを私はすごく楽しみにしてます。来てくださいね、東京。私も行きますから、ここ長崎から。そしてもうバチバチにやり合いましょう。勝負はわかりませんからね。本試験で1位だろうが、10位だろうが、誰が第3回ナレッジキングに輝くかわかんないんですよ。キリさん、ノスケさん、リュウイチさん、あなたたち、あぐらかいてるんじゃないですか。あなたたちはこれです。余裕で勝てると思ってるんじゃないでしょうね。勝負っていうのは何があるか分かりませんからね。おい、聞いてるか、キリ龍一之助。謎の人たち、それらお前らよかったらもう本番まで勉強しないでください。怖いです。よろしくお願いします。というのは冗談で、当日は本当に本気で戦い合いましょう。めちゃくちゃ楽しみにしてます。それでもう私もここまで来てますので、もちろん勝ちに行きたいと思っております。もう本当に皆さんと、その舞台でやり合えるのが楽しみで、今はたまらないという感じですね。そして、さっきビンゴを終わりましたけども、正直言うと、もうその上位入賞者の方々、その努力とか分かってますので、でワンピースを愛してるっていうのもすごくもう分かってますので、みんな好きです、尊敬してます。もう何にせよ、みんながみんな全力尽くして、終わったら乾杯しましょう。本当にやりたいです。ということで、今回は、ナレッジキング報告動画でした。皆さんどうか応援のほどよろしくお願いいたします。ナレッジキングお疲れ様でした。